おはようございます。今日は11月の、30日ですね。朝の6時15分ぐらい、まだ暗いですけど朝ですそれで、今日はですね、アメリカをバスで3回横断したんですけど、その3回目のね、話をしたいと思います。で、まず日本からね、カナダのバンクーバーというところがあるんですけど、そこにね、大韓航空の飛行機で行ったんですけどね。で、バンクーバーはバンクーバーダウンタウンホステルっていうね、まあ日本で言ったらユースホステルみたいなとこですけど、そこに行って、自炊でね10日ぐらいおりましたね。まあ毎日バンクーバーをブラブラしてましたけどね。バンクーバーっていうとこはね、街の中中心ね、街の中心はね、車の乗り入れがね禁止になってるんですよ。だからね、街の中がすごく静かなんですよ。車が走ってないから。で、走ってるのはね、トロリーバスって言うんでしょ、高いところに電線が2本張ってあってね、それでバスのような形の車両がね、その2本の電線から電気を受けてね、それで走ってるバスなんだけど、トロリーバスって音がしないから、エンジンじゃないからね。だからね、街の中はすごく静かになって、それは向こう行って分かりましたけど、まあ、なるほどなって。そんな感じでね、だから車が走ってないからね、バスだけだからね、街が静かだし、それから車が走ってないっていうことはね、ああこんな街が広いんだというようなことをね、思いましたね。で、夜はね、多分車は通っていいと思うんだけどね、昼間はバスだけど、そういうのがね、バンクーバーでしたね。それでバンクーバーからバスで国境を越えてね、カナダからアメリカに入るんだけどね、バンクーバーからシアトルというとこがあるんですけど、まあ、そのシアトルはね、5時間ぐらいでしたね、確か。バンクーバーからシアトルまでバスで5時間ぐらい。でね、シアトル、バンクーバーってね、バンクーバーって、バスターミナルってどんなとこだと忘れちゃったな。まあ、グレイハンドバスというのでね、シアトルに行くということで行ったんだけど、途中で国境があってね、国境審査っていうのがあるんですよ。バスから全部降ろされてね、で持ち物を持ってね並ぶんですよ。で、一人一人入国審査官がね、ネクスト次みたいな感じでね、でパスポートとかいろいろ書類を出してね、で荷物の中を見せろみたいな感じで見たりね、それから写真、顔写真撮られて、指紋撮られてね、でパスポートにスタンプポーンと押してくれて、よしみたいな、行けってね、そんな感じで行くんだけど、そのアメリカっていうのはね、
入国税っていうのがいるんですよ。まあ知らんかったけどね、あの確かね当時で6ドルの、入国税というのがいるんで、でまあ普通はね、飛行機会社とかね、そういう飛行機の会社が、飛行機の料金に、上乗せしとるわけね。だからわからんわけ。あの普通の人はね、アメリカっていうのは入国税があるということはね、気がつかんわけ。普通の行き方だとね。ところがね、自分はね、バスで行ったからね、カナダから、アメリカに。だから入国税をよこせって、こういうことなんだな。でね、まあ、たまたまね、6ドルの金を持ってたからね、アメリカのドルをね。まあだから良かったんだけど、もし持ってないとね、難儀なことになるんだよ。だからね、でね、そうそう。それでその、いつも入国税がいるかっていうとそうじゃないんだよ。確かね、3ヶ月とか半年とかね、その間はいらんわけ。一回払えば、何ヶ月かは入国税払わなくてもいいっていう、そういう仕組みになってる。だからね、とにかく、アメリカのドル持っとったからよかったんだけど、持ってないとね、どうなるかしらと思ったけど、まあ、そんな感じになったんだね。で、それで、そのシアトルに、入国審査パスしてシアトルっていうところに行くね。シアトルは冬っていうのはね、バンクーバーもそうなんだけど、シアトルとかバンクーバーはね、冬はね毎日雨なんだよ。毎日本当に毎日雨。冬はね、雨といってもその霧がちょっと粒が大きいみたいな、そんな感じの雨でね、もう向こうの人は傘なんか使えませんね。だから濡れてるね、みんな。そう、バンクーバーの人もね、シアトルの人もそんな感じで毎日雨です。まあ日本でいうと梅雨みたいな感じで。でそのシアトルというのはね、泣く子も黙るコーヒーの世界最大のコーヒーチェーン、スターバックスの1号店というのがね、シアトルにあるんですよ。まあそこに行きたくてね、それでシアトルに行ったんだけどね、スターバックスの1号店というのはね、すごい人がね、観光客で来るんだけど、まあ大体朝の10時ぐらいになるとね、50メーターぐらい人が並ぶぐらいね、人が来るんですよ。でそれは何でかというと、1号店でコーヒー飲みたい、なんか土産物を買いたいっていう人がたくさんいるもんでね、並んでるから、ね、だけど、まあ、自分の場合いつも朝早く行ったからね、並ぶことはなかったんだけど、まあ、大体10時ぐらいだと、まあ、50メーターぐらい、まあ、ずらっと人が並んでるね。でアジアとかね、中南米とかそういうところからもういっぱい人が来てね、中に入りきれんわけね。だからもう中はスターバックスの1号店はトイレもないし、机もないし、椅子もないわけ。みんな立ってるわけ。カウンターがあって、そのフロアがあって終わりって。で人がいっぱいあって、だからコーヒーとかね、ジュースとかそんなもん売るよりも土産物でね、コーヒー1号店とか名前の入ったカップとか、
なんかそういうようなものを売ってるわけね。だからみんなそのそういうあの土産物を行ってみたら買ってね、で持って帰るわけ。それが1号店なんだけどね。その1号店のあのスターバックスの1号店のね、ある場所がね、ちょっとね奥まったところでね、あんまりね人が通らないところにあるわけ。あのシアトルっていうのは、ね、海にあの島がいっぱいあってね、その島に皆さん住んでるわけ、ね、でその島に住んでる人が船に乗ってね、あのシアトルの町に来るわけね。船でね、定期船で、でその定期船で来て船を降りて、それでまあ地下鉄っていう路面電車っていうのかな、の駅に歩いて行くのにね、そうだな300メーターぐらいはあると思うんだよね。あのでその途中のちょっと入ったとこね、その途中のまあどうだろうな50メーターぐらい入ったところに、あのスターバックスの1号店というのはあるんですよ。だからどちらかいうとね、あんまり人が来ないっていうね場所にあるわけ、1号店っていうのはね。で今はまあスターバックスっていうのはどこでもあのいい場所にね店出してるんだけど、1号店はそういうちょっとその外れたところにあるわけね、店がね。でそれはね、なんでそうなっとるかいうとね、あのもともとスターバックスの一台で大きくしたハワード・シュルツという人だけどね、まあ、その人がスターバックスを大きくしたんだけど、あのその店の従業員としてね、ハワード・シュルツという人はね、そこの店の従業員として働いてたわけね。それで、その店は、もともとは、コーヒーを粉にしてね、粉っていうか粒だよな、コーヒーの粒を。その粒を、粉っていうか粒っていうか、それを売って、自分でコーヒーを入れなさいという店だったんだな。だからコーヒーとしては売ってなかったわけ。いわゆる液体のコーヒーとしては。それでそのハワード・シュルツが、まあ、従業員としてね、そこの、スターバックスのオーナーね、社長だわな。その人に、こういうふうな今のスターバックスみたいな形でね、コーヒーを売れば売れると思うよ、でやったらどうですかっていうことをね言ったわけだ、ハワード・シュルツがね。ところがね、そこのオーナーはね、もうそんなことやりたくないと、コーヒーというのは自分で入れるもんだみたいな、そういう考えだったからね、ハワード・シュルツの提案は聞いてもらえなかったわけで、しばらくね、してからハワード・シュルツは独立してね、シアトルの街に、今のスターバックスのような店をね、作ったわけ。そしたらね、まあみんな、皆さんがね、コーヒーを買ってくれてさ、店が確か5つ、5店舗ぐらいかな。増えたわけね、儲かったからね。でその時にハワード・シュルツはもともとのその働いてたスターバックスを店をね買い取ったわけ、丸ごとね、名前も買い取ったわけ、スターバックスってね。でそのハワード・シュルツはスターバックス買ったからね、もともとの自分が働いていたというのね。でそのもうその当時大きくなっていた 5店舗のか6店舗のね店の名前を
スターバックスという名前にしたわけ。だから厳密に言うとハワード・シュルツの1号店というのは他のところにあるわけね。だけどスターバックスの1号店は確かにそこでね、その店が1号店なんだけどね、まあ、そういういきさつがあるね。スターバックスに行って1週間ぐらいかな、毎日スターバックスに行ってコーヒーを飲んでたと。まあ自分が泊まってたあれなんとか言ったな、名前忘れちゃったな、シアトルのね、やっぱりチャイナタウンの近くだったんだけど、グレーハンドバスのターミナルには近かったね。なんて言ったかな、忘れちゃったな。自炊してそこに泊まってたんだけどね。でそのスターバックスに毎日コーヒー飲みに行ってでシアトルからグレーハンドバス乗ってね、東の方に向かったんだけどさ、アメリカっていうのはね、もう北の方ね、カナダね、カナダのさ、カナダの国境に近いようなところで、誰もいないんですよ。本当に誰もいないんです。もうただただバスでね、何日も走るみたいな感じでね。でところどころバスターミナルがあってね、待合室があるんだけど、まあバスを交換するわけね。そこまで来て、まあ運転手も変わるんだけどさ、全部降りてね、また1時間後にそこからバスが出発するから乗ってくださいみたいな、そういう感じになったんだけど、まあなんせ3日間ぐらいね、町らしい町ないで、人なんてねいない、平らでね、海山もなきゃ谷もないし川もない、ただただ平らな場所を何日も走るわけ。ほんでしばらくね、まあ3日ぐらい走ったらね、なんかね、バスの運転手がなんか言うわけ、マイクで。でみんながね、乗客がそんなんバカな、何を言ってんだみたいな感じでやじかと思う。何が起こったからってよくわからなかったんだけど、早い話がね、バスが故障して走れんから、その前のバスターミナルに戻るって言ってるわけ。どういうことか分かった後で、で要はその走ってだいぶね、もう2時間か3時間走ってから戻るわけ、そのターミナル、元の出発したバスターミナルに、そういうことを言うわけ。ほいでね、まずそれは戻るなら戻るんでしょうがないけどさ、ほんで戻って、まあ学校の教室ぐらいの大きさの待合室だったんだけど、まあ寒くはないんだけどね、そこで寝とればいいんだけどね、2日ぐらい経っても出発しないわけ、バスが。なんだかんだ言ってね。で、その黒人のね、23か4ぐらいの若いお兄ちゃんにね、みんな、いつバス来るんだっていうことをね、聞くとね、そのバスは今ダラスからこっち向かっとるとか言うんだよね。ダラスって言ったってさ、ダラスから来るのに何日かかるのっていうような遠くなんだよな。だけどダラスから今こっちに向かっとるで、ちょっと待ってくれって、まあ、結局でなんかパンとかさ、ピザみたいなものが出されて、それ食べて待っとるんだけどさ、まあとにかくほんで2日半ぐらいだな、結局そのターミナルに待っとったらね、バスが来たんだ。でバス乗って
次のとこへ向かったんだけどさ、次のとこってだってもう何十時間ね、何十時間走って、それで結局あのシカゴの北の方ね、ミルウォーキーとかね、それからあのハーレー、あの大きいあのオートバイのハーレーっていうバイクを作っとる工場がねあるわ、なんて言ったかな、見える場所にねターミナルがあって、そこは新しいターミナル、ね、でそこに泊ま、あの一時的に泊まって1時間ぐらい待って燃料入れたりなんかするんだろうけど、でまた出発してね、それで結局だいぶだから3日ぐらい遅れたんだけど、予定より。それでシカゴに着いたのね。でシカゴっていうのはゲートウェイっていうとこは予約してあったんだけどね、止まってないわけで、遅れたからね、遅れて到着したから、だから確かね3日分は金払ったんだけどね、止まってないわけ実際は。まあそれはまあしょうがないんだけど、でシカゴに来て、でシカゴからニューヨークにバスで行ったんだけど、まあねそのシアトルからファーゴっていうところがあったね、まあ、大した町じゃないんだけど、そのファーゴまでで4日ぐらいかかったかな。まあなんせねバスに乗って移動、もう来る日も来る日もバスみたいな、そんな感じでね、まあ食べるもんって言ったら、バスターミナルの中で売ってるあの売店のねピザとかね、サンドイッチとかね、そんな、それにジュース飲んでね、まあそんな感じで、まあ4日間ぐらいかな、カナダのあの国境に近いような何にもないところ走ってね、それでシカゴまで行ったの。まあね、同じバスでアメリカ大陸横断するんなら、やっぱりその南の方だな、もう面白いともなんともない、ただその地平線から地平線まで見えるみたいなところをねひたすら走っとるだけって感じで、なんか街の中でブラブラ見て歩くとかね、そういう感じじゃないんだな。まあ3回目のバスの横断はねそれでしたね。まあだけどいろんな人にと話して面白いって言えば面白かったけどね。まあそれがね3回目のバスアメリカ大陸横断、何にもなかったということでね。それでアメリカ大陸の横断じゃないけど、まあいつもあのトロントっていうねカナダの最大の町ですけど、そこにニューヨークから行ってたんだけどね、トロントで1ヶ月ぐらいおったりしたから、トロントはねハイトロントっていうホステルね、そこで泊まってね、チャーチ通り76っていうとこに、未だに忘れんけど、チャーチ通り、なんでかというと、まあ、キリスト教の教会がいっぱいその辺立っとってね、なんでか知らんけど固まっとってね、でチャーチ通りっていうんだけどね、そこにあった、そこはねまあ全員が泊まったら240人ぐらい泊まれるとこで、ね、7階建て8階建てぐらいのビル全部がホステルになっとってね、でね、まあ、自分は一番安いとこに部屋に泊まるからね、男女分かれてないわけね、泊まりたいという人は泊まれるという
ことになったんだね。部屋がね、なんか窓が少なくてさ、安い部屋なんだけど、でね、朝食付きでそこはね、当時で3000円ぐらいだと思うんだよね、一泊ね。でそこで泊まって、その安いとこだから男女、男も女もその部屋に泊まりたい人は泊まれたんだけどね。でね、どうかするとね、まあ若い、見た感じ25かそのぐらいの男女がね、まあ恋人だな、言ってみたらそういう2人がその部屋に泊まりに来てるわけね。でそれはいいんだけど、金払ってくるんだからいいんだけど、そのまあ本当はその男のベッド、それから女のベッドというのを一つずつその料金払っとるからね、ベッドが使えるわけね。だから2つに分かれてこう寝とるわけなんだ普通はね。ところがその男と女と同じベッドに入ってるわけ、同じベッドにおるわけ、寝とるわけじゃなくておるわけだ。見ると分かるよ、2人おるからね。ほんでそのまあ最初のうちはね、なんかね、非常識なやつがおるなと思っとったんだけど、まあ見とるとね、それはそれでいいわけよ、別に狭いだけでね、狭いところに2人おるでね、声かけるわけ、自分がね、それおいどうだみたいな感じで、そうすると OK とか、なんかそんなこと言っとんだけど、その毛布みたいなものをかけとるわけね。だいたい向こうはそう寝るときに毛布みたいなもんで寝るんだけどさ、その2人ね、男と女と2人が一つのベッドに入っとる時にね、声かけるわけで、自分がグモーニングとか言っておはようみたいな、ね、でそうと向こうもおはようとか言える。そしたらその時にその2人にかかっとるその毛布ね、寝る時に使う毛布なんだけど、それをねググって引っ張るんですよ、下へ。そうするとね、2人の、まあ、胸あたりまでがむき出しになるわけじゃん、毛布を引っ張るもんで。そうすると、ね、慌てて2人がねその毛布を引きずり上げるわけよ。でそれがもう笑えてね、で毎日グモーニングって言いながらね、その毛布をグッと下に30センチぐらい引っ張る。そうするとね、慌ててね、それを隠すわけ。それがね、楽しくてね、それをよくやってたんだけど、だから最初慣れよ、二人連れでね、慣れたらいいんだけど、慣れてない場合はね、そんな一気にグッと引っ張っちゃいかんからね、徐々に引っ張る、ちょっと引っ張るって感じなんだな。あと向こう、その二人が慌ててね、その毛布を引きずり上げるわけだ。でそれ慣れてくるとグーッと引っ張る。それはね、毎日やってて、だから、ね、最初のうちはね、どういう非常識なやつかしらと思ったけどね、慣れてきたらね、そういうね、男女の二人連れがいないと寂しいわけだわ。なんかこちらとしてもね、なんか今日いないなみたいな、今日いないね、いないと寂しいな、だって毛布引っ張れんからね。そうでね、しょうがない親父さんみたいな感じで思っとるんだろうけど、まあ別にね、ハッピーだなみたいな感じで毛布引っ張って、だから毛布引っ張っといて、エンジョイホステルルームとか適当なこと言って、街に散歩に行くんだけどね。まあそれがね、トロントです、チャーチ通り76。まあ、また行きたいけどね、もうちょっとこのコロナでは行けれんなと思ってるんだけど、それがトロントかな。
トロント。で、トロントの何がいいとこ、いいっていうことね、イートンセンターっていうね、巨大なね、地下街があるんで、実際地下街じゃないんだけどね、地下街のような、とこがね、あって、冬でもだから寒くないですよ。そのイートンセンターに入ったらね、寒くないんで、まあ、そこに入ったら、中に何でもあるからね。だからイートンセンターがあるからね、トロントで、まあ良かったね。で、今度はトロントからね、バスで、グレーハンドバス。バスで、モントリオール。これはトロントから、8時間ぐらいで行けるんですけど、モントリオール。ケベック州、モントリオールって言うんだけどね。でね、みんなね、皆さんフランス語喋ってるんですよ。モントリオール。まあ、フランスから来た人が多く住み着いてるね。そういう街で、フランス語。で、モントリオールも、1ヶ月ぐらいね、おったことがあるんだけど、モントリオールからね、またね、5時間ぐらいかな、東北の方に行くとね、ケベック市っていうのがあるんですよ。ケベック州っていうところにモントリオールあるんだけど、ケベック市というところもあるんでね、その市はね、モントリオールからバスで5時間ぐらいだね、もう何にもないとこ走ってくんだけど、そのケベックっていうのはね、まあ日本で言ったら古い京都みたいな町でね、まあカナダでも古い町で、それで小高い山があってね、標高がどうだろうな、200メーターぐらいだと思うんだけどね、でその小高い山全体がね、城壁になっててね、周りがね、石でね、囲われとるわけ。で、その中に何万人も人が住んでるんだけど、セントローレンスとか、セントローレンスだな、川があってね、それは大西洋から、アメリカの五大湖ね、カナダと国境の五大湖に船で行ける川の中腹にあるんだけど、その川がそこの辺だけ浅かったらしいの。だから船が通れないからさ、そこで荷物を一回下ろしてね、で人間の力で運んで上流に持って行って、また船に積んで五大湖に船で運んだっていうんだな、だから、まあ、運河みたいになってるんだけど今は、そのためにそこの町がね、栄えたらしいんだ、荷物の積み替えでね、まあそれでモントリオールっていう町で、でね、もう日本でね、日本じゃない、世界でね、地下鉄のタイヤが車輪ね、地下鉄の車輪がタイヤでできとるという地下鉄はね、日本のね、札幌がそうなんだね。札幌が珍しいね、タイヤなんだわ。で、モントリオールにもタイヤの地下鉄があるって聞いたからね、探しに行ったけどね、結局見つからなかったね、ちょっとまあ英語ができんからね、見つからなかったんだけど、タイヤの地下鉄に乗りたくてね、行ったけど見つからなかったと、そういう話です。それでケベックか。でケベックはね、まだモントリオールはね、英語喋れる人がかなりおるんだけど、ケベックはね、本当にね、英語私喋れませんというような人がおるわけ。道聞いてもね、
私英語喋れません、フランス語だけですみたいな、そんな人がおってね、ケベック市また行きたいけどね、まあ、行けそうにないな。ケベックってね、ケベック市って市だな。まあそういうことでね、いろいろあったけど、なんだか無事に帰ってきて、バスで、バスでアメリカ横断、さらにニューヨークから11時間 でもう トロントね、トロントから8時間でモントリオール、モントリオールから5時間でケベック市で行って戻ってきたけどね。まあそういうことでね、まあ今考えたらよく行ったなと思って、まあ本当にね勢いで行ったんだけどね、まあだけどなんとかなるもんですよ、金さえあればね、金がなかったらねなんともならんけどね、金さえ持っとればなんとかなると、そういうことですね。はい、じゃあまあこれに懲りずまた来てください、お願いします。